こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？現在メンバーシップに関する動画をお届けしております。今回はね、新しいメンバーへの挨拶を投稿するについてお話をしたいと思います。 YouTube スタジオチャンネルの収益化のページです。はい、メンバーシップクリックします。はい、メンバーシップ特典を設定する、バッジと絵文字をアップロードする、メンバーシップについて知らせるが完了しました。今回は新しいメンバーへの挨拶を投稿するです。はい、始めるをクリックします。はい、新しいメンバーへの挨拶を投稿する、熱心なファンに挨拶をしましょうって書いてます。どこで行うかというと、コミュニティというタブがありますが、そのコミュニティで、投稿を作成します。ここの青いボタンをクリックします。はい、そうしますと、コミュニティの、ページに切り替わりました。はい、ここでね、もうあらかじめね、もう文章を作っております。これをね、バッとこれ流し込みましょうか。よいしょ、コピーをして流し込みます。はい、でここね、公開設定がありますけど、これね、公開設定、これ間違わないように、公開ではダメなんですね。すべてのチャンネルメンバーに設定しておきます。はい、そしてようこそメンバーシップへ。まあ、一応ね、9月から始めようかなと思ってますんで、日付も入れました。で、これからよろしくお願いしますということと、あと、メンバーシップの、内容について、ここで、詳しくお話をして、一応メンバーコース1、2、3あります。で、最後の方に、まあ、わからないこと、まあ、今後の、カスタム絵文字で追加してほしいもの、その他ご質問をお受けしますということをね、書きまして、どうぞよろしくお願いしますっていうふうにまとめてます。でこれ画像、何かね、画像入れましょうか。今回ね、キャラクターというか何かないかなと思って、以前、撮っておいた、どれだ、これかな、これ使おうか。はい、これを、使いたいと思います。はい、そしてこれ、誤字脱字間違いなかったかと思いますんで、はい、ここで、投稿をクリックします。はい、投稿を作成しました。確認します。はい、ここね、ここに、メンバー限定って書いてますね。メンバー限定ですよと。そしてこれ、続きを読むクリックしますと、はい、表示されてますね。メンバーコース1、コース2、コース3、そして、これ私の似顔絵です。はい、子供がね、描いてくれました。これキャラクターというか、これちょっと、アイコンに、しようかなと考えているところでございます。はい、じゃこれで、元に戻りましょうか。これ閉じて、はい、ここメンバー限定、投稿を作成しましたと書いてますんで、はい、これで完了です。はい、ということで、これ全て完了しました。あ、ここも承認済みになってますね。でここ 100% 完了になってます。またこれ有効にするっていうボタンを押せば、すぐにメンバーシップが始まりますが、一応ね、切りが良い日を考えて9月1日からメンバーシップをね、始めたいと思います。今回は新しいメンバーへの挨拶を投稿するについてお話をしました。まあ、あらかじめね、メモ帳かワードの方で、文章を考えて、まあ、それをね、コミュニティの方の投稿に送れば良いかなというふうに思っております。はい、そしてね、審査なんですけれど、まあ、24時間はかかりますって聞いていたんですけれど、何時間ですかね。10時間というか8時間というか、そんなにね、時間かからなく、承認されました。さっきも言いましたようにね、9月1日あたりからね、新しく、メンバーシップをね、始めたいと思います。はい、ということで、今回この件で失礼します。
チャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube に関する動画リクエストございましたらね、コメント欄に書いてください。よろしくお願いします。